加藤助三郎は、美濃国時郡一の倉村出身の実業家。1892年には、東京陶器問屋組合頭取となり、1898年には、岐阜県陶器業組合長となった。美濃焼の発展に尽力し、陶器将軍の異名を持つ。天保6年頃には、美濃国時郡多治見村に、美濃焼物取締書が設立され、多治見が美濃焼の集積地となった。 安政三年、加藤助三郎は、時群一の倉村の正当化検討機商の家に生まれた。14歳だった1870年2月に上京し、翌年まで商売を学んだ。1872年には、美の焼きの生産や販売が自由化された。同年には、東京、深川竹町に、美の焼きを販売する美の屋を開店させている。1877年に、 故郷の岐阜県に戻り、1880年には同業者と共に株式会社組織の農作会社を設立して社長となった。1889年には農作会社の社長を辞して、東京市京橋区南2井堀に三つる受賞会を設立した。1891年には鉄道局に対して当時期輸送の際の特別割引を請願し、この請願によって、 美濃焼の運搬が船舶から鉄道に切り替わった。三ツ商受賞会は名古屋駅や大阪駅の駅前にも支店を設立している。1894年には国内外の産地の情報や陶磁器相場などを掲載した月刊雑誌陶器商法を創刊した。陶器商法は日本初の陶磁器業界新聞である。陶磁器を適正価格で流通させるための施策に、 抵抗する同業者もいた。加藤は、養業技術者の育成にも力を注ぎ、1898年には、岐阜県当時期講習所の開校に関与した。諸外国と結んだ不平等条約が1895年に改正されたことで輸出への道が開き、加藤は当時期の輸出を推進した。1899年には、南アフリカのケープタウンへの磁輸出を開始し、 1902年には、インドに反路を拡大した。1908年3月13日に死去。岐阜県多治見市平野町2丁目には、加藤の功績を称える記念碑が設置されており、その大事は、前田正奈が書いている。多治見市図書館は、加藤助三郎や文書を所蔵している。ありがとうございます。